まずはキャラクターが多いゲームなので、まあ、他キャラクターとの差別化がやっぱり最初に難しいと思いますね。まずネタ切れだなっていうところから入って、さあ何をさせてやろうか、まあね、シリーズそこを考えるの。シリーズ通すと60体以上のキャラクターがやっぱりいるからね、うん、どうしてもこのキャラと似ちゃうなとか、うん、あります、ね、これやりたいけどあいつがやってるなとか、うん、いうところで、まあ、その流派決めもすごく困りますし、やっぱ見た目の面でもまあ、くせ者ぞろいというか、あの個性豊かなキャラクターが多いので、まあ、両面で毎回ネタを絞り出すところから一番苦労するところですね。そうですよね。今回空手、リリアの空手、うん、まあ、ジンがいたわけですからね、うん、やっぱりジンとは違う空手を作らなきゃいけなかったし、あとはやっぱり、まあ、クオリティ面ですけど、まあ、昔からいるキャラクターはもう長い年月こう超えては上げてっていう、マザ数も増えてるしね、マザ数もそうですね、うん、遊びだったり面白さだったり積み重ねてきたものがあるんですけど、うん、新キャラはもう初登場でそこにたど、うん、り着かないといけない、そうですね、入って、うん、やらないといけないんで、そこがやっぱり苦労する点ですね。そうですね、まあ、最近やっぱりそのただ面白いキャラを作ればいいだけじゃなくて、まあ、大会だったりトーナメントシーンとかで競技性の観点からも、まあ、バランスのいいキャラっていうところは期待されるので、まあ、そこが、まず一人のキャラクターとして魅力的であることはもちろんなんですけども、50体以上のキャラクターと対等に渡り合えるかとか、まあ、そのキャラの個性を、感じさせつつ戦えるキャラクターになっているかみたいな、やっぱ考えることがすごく多くなっているなってところが、まあ、開発上一番、まあ、困難だけど、まあ、一番楽しいところもあるんですけどね、そこが、受け入れられると、まあ、我々としても非常に戦いがあったなって、このキャラはよく仕上がったなって感じなので、まあ、こういうことを考えてみんな作ってるんだっていうのをちょっと意識して遊んでもらえると非常に嬉しいですね。まずその地味な動きの格闘技は要望が多いんですけど、ゲーム入れた時にはあんまりマッチしないから玉子の3つの言ってた格闘技がすごくマッチはするし、技個性的で見栄えはするという前提で、選んではいるし、なので完全再現というよりはそのピンポイントでその流派とか格闘技を代表するような技を入れて、それの流派のファンとか見た時にピンときて盛り上がるような仕込みは入れてるんですけども、まあ一番重要っていうわけではない、その辺は結構見しました。割とこだわって作ってる感じはあってるな。そうですね、まずはまあファンだったりその格闘技の詳しい人、うん、もう見る人が見れば分かるように、まあ、本物の技の再現は当然したいと、うん、でそのゲームの中で技を、まあ、聖剣好きだったらこう出した時に、そうそうこれこれ空手だったらこれが見たかったって思うように、まず 大事な技から決めていって、でそうですね、まあその再現完全再現だけだとこの、うん、まあ、ゲームとして遊びとしてちょっと物足りないだったり、ちょっと伝わらない動きだったりですね、そういったところもあるので、こうゲームに大事な要素を足していったり、ちょっと誇張して動きをアクション派手にしてですね、うん、洗練された動きだけじゃなくてちょっと見栄えのいい技、うん、かっこいい技足してこう組み立てていってバトルが成り立つようにやっていますね。型をこう展開していくことでそのキャラクターが強いアクションを出せるっていう点を落とし込んだり、そこにやっぱ駆け引きの肝が設定されているっていうところで、動きの魅力とやっぱり操作して対戦との駆け引きを楽しむっていうところが両立できたのがリアルの魅力かなっていうところがありますね。リアルな、格闘家武術家の人にモーションキャプチャーを協力してもらったことですごくいいキャラクターになるっていうのはやっぱ実感していて、そこに中先生っていう、空手の師範がいて、すっごくいい動きをしてて、綺麗なんですよ。で、この人とやっぱ仕事してみたいし、キャプチャーをお願いしたいなっていうところで、依頼したところすごく快諾してくれて、で、実際コロナ禍で大変だったんですけど、キャプチャーにも来てもらって、ものすごく楽しそうにキャプチャーを楽しんでいて、実際こう出来上がった動きを見ると、かっこいいんですよ。
うん、なんかもう、エンドを見てるだけで、ずっと眺めてられるなってところで、これはなんかいけそうだなってのが結構ありましたね。なので、やっぱり実際の格闘家をベースに、キャラクターを作っていくっていうのは、すごく、鉄拳シリーズにとって大事なことなんじゃないかなっていうのを実感しましたね。うん、なんかすごい、割と経験豊富で確か7段だったんですよね、うん、長年なってる割にはキレとかその技の速さもびっくりしましたね。毎日鍛錬してるんですかね、うん、で初めてのモーションキャプチャーだったらものすごく楽しくやってて、空手の魅力を伝えたいだったり、うん、ゲームのキャラクターに自分がなってるってところがすごく楽しいって言ってくれてて、これはやっぱりいいものにしなきゃいけないなっていうところで、まあ、みんなでプロジェクトスタッフと一緒にキャラクターを作り上げてきましたね。でリディアで一番やっぱり大事にしてたのはその伝統空手の型の要素で、実は空手って型はたくさんあるんですけど、型の動きの中に分解っていう動きがあって、型の一部をしっかりこの動きの中で相手との攻防で取り入れて戦うっていうところ、ここをゲームとしての遊びを落とし込めたのが、やっぱりリディア の新しい空手の魅力を伝えるっていう点で大きかったかなと思います。そこがやっぱり一番こだわった手法ですかね。本物によるキャプチャーとその空手に実際にあるその分解型っていう要素をゲームのキャラクターに落とし込むってところが一番大事にしました。The Tekken team from Bandai Namco Entertainment have launched a new Tekken Online Challenge season. This year, the Tekken Online Challenge has expanded to 14 regions around the globe. If you are from any of the countries or regions listed, you can compete. Starting from August 21st, there will be Masters and Regional Finals events held for each region. See the schedule here to find out when your local Masters and Regional Finals will take place.For this season of Tekken Online Challenge, community events can be part of the circuit once again through the dojo system. Dojo events are already happening. Upcoming events and the current leaderboard standings can be found on the new Tekken Tournament portal. All the information you need to know about the new season is available at TekkenWorldTour.com. Go to TekkenWorldTour.com to begin signing up and competing in the new season. For a limited time, Tekken 7 is on sale on PlayStation and Steam, so you can pick up any new characters you'd like to try to compete with in Tekken Online Challenge or upcoming EVO Warm-Up Rounds.